こんにちは、コッコです。今日は私が普段持ち歩いているタバコケースを紹介したいと思います。この間ね、シャグの何本巻けるか動画みたいなのを上げた時に、普段どういうケースで持ち歩いてますかっていう質問があったので、そういえば紹介すればよかったと思って紹介したいと思います。普段なんかポーチの中にこれなんか100均のポーチなんですけど、なんかめっちゃね、タバコ葉が中に溜まるんですよ。なので、なんか100均のやつでいいやと思って100均のマイメロポーチに入れてるんですけど、普段この中にこういうシャグケースというかシュガレットケースの中に巻き溜めしたものを入れて、出かけるときはこの中にこんな感じでめっちゃ巻き溜めしたやつを入れて持ち運んでます。だいたい24、6、9、18、まあ20本ぐらい入るかなと思います。細く巻けばこれにいっぱい入れて1日持つぐらいですね。で、あとはなんだっけ携帯灰皿これはなんか喫煙所がなかった時になんか路地裏とかを見つけて吸う時にめっちゃ使うので、絶対に持ち運ぶ時はこれを持っていきます。ライターはなんかデュポンのライターとか欲しいなと思ってたんですけど、まあ絶対なくすんでね、なくしてもちょっとショックが少ない100円ライターです。それとまあなんかこれでなくなった時にタバコがないのがきついので、予備のタバコとあと巻き紙を適当にボンって入れてます。で、フィルターは本当に何泊かするときはこれで持っていくんですけど、1泊ぐらいそんなに長く出かけないときは普段この中にフィルターをそのままボンってなんか適当に10個20個入れといて、これだけ持ち運びます。なんかもし飲みとか行ってめっちゃ吸っちゃった時とかにタバコがなくなったら結構絶望なので、絶対にこれはなんか持ち運んでます、多めにっていう感じで、このポーチの中に入れてるんですけど、まあでもいちいちこっから出すのめんどくさいし、ちょっとなんかマイメロのポーチから出すの恥ずかしいので私は普段はこれだけをポケットに入れてて、で、まあ、最悪これもこういう感じでポケットに入れてて、いつでもどこでも吸えるようにしていますという感じでした。これは確か加賀屋さんで買ったんですけど、まあ、2000円かそこら3000円、高くても3000円とか、まあ、なんかめっちゃいいやつとかだと結構高いになるんですけど、ネットでも結構シュガレットケースこういうの売ってるんですよね。私なんかこういうアラベスク模様っていうのかな、こういう柄がめっちゃ好きで、これはなんかもう何年ぐらい使ってんだろう、めっちゃ長いこと使ってて結構中が薄汚いんですけど、なんかなんだろう、この汚れは何なんだろう。でもこれをずっと使ってます。この間なんかネットでそろそろ新しくするかと思って、同じ柄のこのゴールドの色のやつを買おうと思ったらなんか品切れになってて買えなくて、でまだこれを使ってるんですけど、でも使えるしいっかみたいな感じでずっと使ってますという感じで、私はタバコを持ち歩いてます。まあ、シュガレットケース手巻きだったらあった方がいいかなと思います。めっちゃ便利なんで、だしなんか若干かっこいいですよね。これこの中からなんかタバコがあってそっから吸うみたいなかっこいいですけど、最近でも壊れててなんか閉めるときにけたたましい音が鳴るんですよねやばくないですかっていう感じで私は持ち運んでおります。あと他にもなんか結構シャグケースっていうか、言うとなんだろう、こうやって折りたたんでなんか紐でこうやってやるやつが結構売ってたりするんですけど、あれだとなんかその場で巻いて吸えるみたいなやつなんですけどね、私は普通になくなったらその場でつどつどこれで巻いてますけど、なんか両手が塞がってる時とか結構巻くの大変ですよね、という感じでした。